はい、どうもすいません。はい。えー、これが、なんかちょっと録,録音しとこうと思いまして。えー、極東の珍獣さんという方でございますね。はい。えー、メルカリ酒転売の闇といえば、やはり空き瓶転売ですね。山崎18年とかの空瓶がめっちゃ売買されてます。 安い酒を詰めてお店とかで出すんだろうな。はい。2400円、2023円。えー、だからですね。えー、<laughs> もうやめとこうかな。やめとこうかな。なんかこのラベルぐらいなんかね、なんか作れそうな気がしますけどね。 <laughs> いや、やめときましょうね。やめときましょうね。まあ、そんなこと誰でも思いつくからね。ねで、この瓶の形がね、ちょっとこれがね、ガラス工芸っていうかですね。はい。えー、この、まあ、前回でですね、まあ、1枚をコピーしてですね、あの、逮捕されたっていうのを撮りましたけどね。えー、またあとずっとですね、ルパン3世、カリオストロの資料とか、名探偵コナンとかですね、ずっと言ってきたんですけども、はい。うん。 で、これに、えー、まあ、お酒を入れて <laughs>、こんだけ売れるってことはやってるってことですね。はい、だからそれをまずね、それをね、これ、これ今5.1万回、ちょっと再読み込みしてみますね。どうですかね。だから <laughs>、まあでも飲んじゃえばもうわかんないですよね。あ、5.3万に増えた。ね。 の飲んじゃえばわかんないですよね、もうね。な <laughs> んであろうとね。うん。で、まあ別に本当にそのお酒の味がですね、まあそれにこだわる人もいないでしょうし、うん、わかんないですけど、うん。まあ、この山崎っていうね、まあ山崎だけじゃないでしょうけど、うん。その本当に、えー、まああとはご想像にお任せしますけど、<laughs> え、なんて言っていいかわかんないからですね。 うん、だからまあこの世はですね全部インチキっていうかですね、うん、まあそういうことが言いたいわけですけどでもっとインチキはだから金がね金が金に価値があるっていうのが一番最初のインチキなんですよ、うん、それはキャプテンハーロックととちろうさんが、えー、教えてくれてるので松本零士先生がですね で、キャプテンハウロックンね、銀河鉄道物語かメーテルの新しいやつかですね、それを見ていただければですね、金より木綿の方が価値があるんだよってね、うん、教えてくれてますので、で金っていうのは重いから預かり証になるわけですね。はい、えー。だからですね、こういう、まあ、だから逆に考えるとですね、えー、その新しい価値のあるものを、 え何とかして、こう、作り出すことができれば、まあ、いい、いいとは、いいとも言えますけれども、うん、ただ、えー、もういつも言ってる通り、量子力学、量子物理学、量子コンピューターによってですね、す、え、べ、ー、ての、まあ、原子、元素、えー、分子、電子、陽子、えー、素粒子、この素粒子、もう超ミクロの単位まで物質っていうものを分、あの、分析しちゃえば、 同じ物質がですね、再現可能に、もう、もうなってると思いますね。なってるともある程度はなってると思いますよう。うん。だからコピー機なんてあるわけですしね。うん。でも本当になんかコピーされたお金、本当に完全に、うん。あのー、見た目はですね、あのー、変わりないわけですよ。普通のお札と。うん。完全コピーだから。 ね、あの、バンドでもなんですよ。完全コピーする人いるんですよ。ね、アドリブまで全部完全コピーして、えー、オリジナルが、エレクトーンの方とかそうですね、エレクトーンね。うん、あもう本当に CD 聴いてんのと同じなんですよ。ただそれ CD 聴いてる、CD 聴いてるようになっちゃうから、その、うん、あの、口パクってあるじゃないですか。ね。 口爆なんじゃないのみたいなね、えー。そういうあの、そういう題名のエレクトーンの動画とかもあるんですよ。はい。ということでですね、うん、このお金っていうものにですね、執着がですね、うん、あ,のある限りですね、こういうことはなくならないわけですけれども、うん、これは、うん、だからこの空の瓶を売るのは別に、 別に何売ってもいいんでしょうからね。基本的にはメルカリさんという普通のも、こう、普通の物質であればですね。えー、はい。だから、うん、まあまあ <laughs>、いつも言ってる通りね。本、えー、偽物は作っちゃいけないけど、本物は作っていいと思うんですよ。本物ですね。偽物は作っちゃいけないんですね。 偽物の切手とか、偽物の商品券とか、偽物の図書券は作っちゃいけないけど、え作ってるところを見られなければ、えー、本物の切手を作れば本物ですからね。本物の図書券作れば本物ですね。本物の山崎のこのラベルを作れば山崎ね、本物。この簡単に多分できますよね。それこそね、コピーでいいんじゃないですか。これコピー機で。 わ <laughs> かんないけど。だから、あの、ね、本当に。まあ、お酒とお肉については、この議論があるんですよ。うん。お肉食べちゃいけないっていう人もいるんですよ。うん。だけど、お肉しか食べないのに病気にならない人もいるんですよ。あ、それはですね、チームバチスタに出てくるんですよ。チームバチスタの栄光っていうね、中村徹さんの、あの方のシラトリーさんっていうね、 ででですすすけどお肉しかか食べないいんですよ、うんよよ、ねえー、そういうのとかあるんですよね、うん、だから、あの病気の正体っていうのは分かってないんですよ。あと、あのお酒はもう本当によくないって言ってる人も言ってるし、えー、お酒ほど、うん、素晴らしいものはないんだっていうね。健康にいいものはないんだってね。だから関係ないっての、のタバコだってそうですね。タバコだってですね。 タバコは別に体悪くないですよってね。うん。だからどんだけ吸ったってなんない人はなんないんだから、そうじゃなくて病気の正体っての、ね、はやっぱストレスにあるんじゃないのかなってこうね。私はまあそういろんな話し方を聞いて思うわけでございますけれどもね。じゃあストレスはどうしたら、あの、えー、なくなるのかって言ったら嫌いな人に会わないことですよね。嫌いな人に会わないとストレスないですよね。うん。 はい。嫌いな人にですね。えー、それで、だから従業員を辞めればいいんですよ。じゃあ従業員どうしたら辞めるかって言うとね、えー、生活保護で32万ってね、昨日録音しましたね。えー、生活保護で32万プラス18万で50万ってね動画ね、それで出てるわけだから、YouTube に載ってるわけですからね。えー、ね、あの、だから他にも、あと東京都からね、1500万円融資が受けられるわけ、無担保でね、 外国の方は1,500万円ですね、えー。受けられるわけで、それもいっぱい喋りましたけれどもね。うん、だそのマニュアルを作ってですね。あと手取り、足取り、面倒を見てあげればですね、こうやれば、えー、融資受けられますよと。うん、で、あと、事業に失敗しちゃったときは、あの、こうやれば、自己破産と倒産か、自己破産か倒産できて、 で、それは何年経ったら消えますよとか、全部最後の最後まで面倒を見、見てあげればですね、マニュアルとか作ってるですね、ええ、それ販売してもいいしですね、うん。 えー、あと国からですね、お金がですね、もらえる方法ね、いっぱいあると思うんですよ。<laughs> いっぱいあると私全然知らない。うん。国からお金がもらえる方法ね、国ですからね。日本国家ですね。紙は、あお金は紙ですからね。お金は紙、お金は紙、お金は紙、はり、は、花紙、ちり紙と同じ紙ですから、印刷すればいくらでもあるんですよ。いくらどんだけ引っ張ったって、うん。日本経済なんか全然なの、もう本当に、 あの、どう、変わんないですよ。どんだけ印刷しようが。うん。日本ってすごいんですよ。食料だってなんだって物質はもう何でもあるしですね。うん。うん。うん。もうそうなんですよ。だから、み、今日なんか水飲める国は日本だけみたいなね、記事出てましたね。水がね。日本人ってやっぱすごいんですよね。日本人はすごいんですよ。えー だから国からどんだけお金引っ張ろうがですね、うん、いいんですよ。だから、こう、こういう、うん、こういうことができる方はね、こう、そういう、もっと知恵をみんな出し合ってですね、うん、東京都1500万円融資してくれんだから、ね、融資してくれるって無担保ですからね、担保取らないんだから、えー、ね、いいんですよ。それでその1500万円のうちですね、 うん。あのー、1500円ぐらいもらったっていいじゃないですか。ね。1500万円融資受けられたら、1500円ぐらいもらってもいいですよね。もうちょっともらってもいいと思うんですよ。もうちょっとね。うん。まあ、1万5千円ぐらいもらってもいいんじゃないですか。うん。いやいや、それじゃあ悪いからって持ってくれるでしょうね。もう多分ね。1500万円融資し、ね。で、うん。 で、無担保なんだから、無担保なんだから、うん、はっきり言って返済する必要ないですよね。ない、あ,あ、まあまあ、だから、事業がうまくいってればね、あの、返済できるじゃないですか、ね。うん、だからいいんですよ、うん。で、うまくいかなくなってきたら倒産すればいいんですよ、うん。はい、えー、そんな感じでですね。うん。この、ま、この山崎からですね、 またいろんなアイデアが出る、出ればとかでね、うん、思思って録音したんですけれども、いかがでしょうかはい、はい。えー、いろんなですね、えー。これからはですね、お金を稼ぐ方法はですね、いかに国からお金をね、あのー、取るかっていうかですね、私そういうことのような気が今しておりましてですね、お金は紙なんだから、日本銀行が印刷すれば終わりなんですよ。 うん。一枚何とか十、ね、何円かでできるみたいですね。うん。で、もっといっぱいすればもっと安くなるんですよね。いっぱいすればするほど、その単価は下がっていくじゃないですか。はい。うん。はい、そのぐらい、ちょっと録音させていただきました。はい、どうもすみません。失礼します。